さんこんにちは、ドレイクです。今日はカリフォルニアチーズバーガーを紹介したいと思います。初めて食べるものですね。実際カリフォルニアで作ってるのかどうかは分かりませんけど、食べてみたいと思います。こういう感じです。フライドポテトがついてきて、こちらがハンバーガー、レタスや玉ねぎ、そしてチーズ、ハンバーグが入っていますね。ケチャップをかけます。うまそうです。ちょっとだけワッパーの匂いがしますね。それではいただきます。激うまいです。肉汁はそんなにないんですけど、肉がしっかりしています。ちょっともう一回食べます。最高な美味しさですね。チーズとのコンビネーションが最高です。トマトも一緒になって100点満点のハンバーガーですね。中にもマヨネーズが入っています。バクバクいっちゃいますね。こちらはまたオーダーしたいハンバーガーですね。一番好きなのは肉とチーズのコンビネーションが大好きですね。ものすごく抜群でした。文句は肉汁を入れてほしいですね。肉汁があるハンバーガーが好きなので、そちらを入れた方がいいと思います。それ以外は大丈夫です。めちゃくちゃ美味しかったです。こちらがアメリカの食べ物、カリフォルニアチーズバーガーの紹介でした。次の動画をお楽しみに。じゃあね。